はいそれでは始めます皆さんこんにちは、えー、どっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジということでですね、えー、講座のガイダンスを、えー、させていただきます、えー、担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、卓球試験のですね、えー、まあ、結果を踏まえまして、えー、講座をね、えー、検討されていらっしゃる方にちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけども あのこんな感じの。えー、っとレジュメがあります。ちょっと画面に出していますね。はい。えこんな感じで、あの B. 4を二つに折った感じですね。えどっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジということで。学習経験者のための宅建士試験の勉強法。ということで、お話をしたいんですけれども。まあ学習経験者といいますか。受験経験。 がある方ですねで、えー、2021年の達見、まあ、資本試験を振り返って、まあ、合格点を得点できなかった主な原因は何でしょうかで,す、ね、で2022年の、えー、合格を確実にするために、まあ、どんな形で、えー、その範囲分析をしてですねどんな形で勉強していくのかっていうことをですね、まあ、あの少しお話をしたいと思います。えー、ですから、まあ、基本的には、ね えー、学習経験があるというよりは受験経験があってで今この動画を撮ってる最中はあのこの時点では、えー、あの2021年なので2021年の卓球試験2回ありましてで10月の試験の、えー、合格発表があった、えー、すぐあとです今ですね。ままだ月月試試験験が控えてましてしの合格発表は 来年2022年になるわけですねですから今の段階では2021年の12月試験がどんな問題なのかってことがまだ今の段階ではわからないんですけどもまあ10月試験を見てみますとね基本的にはは大きなな変更はないんですねですから12月試験もそれほど大きな変更はないと思います。あの 去年ですね。去年もまああのコロナの影響で10月試験と12月試験が2回ありました。で、えー、合格点は違うんだけども、それは問題が難易度が高いから、えー、合格点が下がっただけで、基本的なところでは変化はないんですね。で、えーまあ、今年のね2021年の10月試験も、えー、合格点が下がりました。34点で下がりましたけども、それは まあ、難易度がちょっと上がったからだから合格点が下がっただけで要は問題が優しければ点あの合格点上がっちゃいますし問題が難しければ合格点が下がりますからですからまああまりねそのなんていうか問題が難しいとか優しいとかいうことで振り回されることはないと思うんですね。はい、で、えー、いずれにしましても2021年の、えー、10月試験とかね、まあ、12月試験とかで、えー、うまくいかなかった。 で,す、ね、で再チャレンジをしたいという方に向けてのお話をしたいんですけどもこの合格点を得点できなかった主な原因というのはまあいろいろですからまああ,のあまり一般的なことだけ話してもしょうがないんだけどもでもですねあの一つだけ頭の片隅にずっと置いて,いておいてほしいことがあるんですけども、えー ある程度の点が取れ。た方が多いと思うんですよ。でね。自分はちょっと惜しかったですね。もうちょっとだったとね。だから、もう自分はある程度もう基本的なことは大丈夫。ただね。問題が解けないんだよとね。分かってるんだけども、問題が解けないんだよ。とかね。分かってるんだけども、ミスしちゃった。ミスが多いんだよ。とかね。その分かってるんだけど、もっていうのが。 癖物なんですよね。え、そこでちょっと注意してほしいんですよ。あの他県試験ってマークシートの試験じゃないですか。ね。で、えー、だから零点っていう人はほとんどいないはずなんですよ。あの何も勉強してなくてもないくつかまぐれで当たりますよね。だ零点っていう人はほとんどいないと思うんですね。で、五十点満点っていう人もほとんどいないと思うんですよ。まあ中にはいると思うんだけども。 あんまいないです、ね、そうするとなんていうのかな人数のねあの分布っていうのかなをあのグラフにしますとこんな感じになるはずなんですよ。0点はほとんどいませんで50点もほとんどいません。でこの辺りの,、まあ、たあの山が山の高いところは人数ねあの受験者の人数です。で要はこの辺りの人が一番え人数が多いはずなんですよ。 ででこの辺りの人たちってどういう人かと言いますとあの、まあ、合格点の1点か2点低いところかな。だからまあ、えー、と34点が合格点だとしますね34点。そうすると、まあ、33点とか32点の人がものすごく多いと思ってください。えー、ということは。 ほとんどの人があの惜しいんですね。もうちょっとで受かったはずなんですよ。という人が多いんです。あの十点も足りなくてで、えー、ダメでしたっていうこの辺の人はもちろんいらっしゃっても人数は少ないはずなんですよね。ですからほとんどの人があのいいとこまで行ってるはずなんですよ。であとあと二点あと3点とかね、えー、そんな感じなんですね。で、えー、そういう人がねそういう人が自分は ある程度できたんだからもう大体基礎的なところは大丈夫あとはちょっとだけ問題の解き方を教えてくれればいいんだとかねいう発想になってしまうかもわからないんだけどもそこはクセモノででで実はそうじゃなななないいんんんんすすねあのみみ惜しいんですでみんな何点か足りなくてて失敗してるんです、ね、で、えー、それを、えー、自分はあのー、基礎的な知識は大丈夫って思ってると2年目のジンクスっていうのがありまして。 あの2年連続でギリギリダメだったっていう人がすごく多いんですよ。ですからそこはねちょっと考えをあのちょっとあの頭をちょっと、えー、切り替えていただいてで、まあ、とりあえずあのそういったこのマークシートのね択一式の試験だから、まあ、あのそこそこいい点は取れたけれどもねだけどもまああの。 たまたままぐれで当たった問題もあるわけだしだから、まあ、自分はやっぱりあの次のね2022年の試験を確実に合格するためにはやっぱり基礎的なところからしっかりやろうというふうにねあのぜひ思ってください。なのでだから要領よくね要領よくもうショートカットしてあの少ない時間で要領よくうまくねうまく ショートカットして、えー、受かろうというんじゃなくてちゃんと勉強しようと、ね、あのきっちりと時間をかけて、ね、あのしっかり勉強して時間かけてで、ね、<laughs> ちゃんと受かろうというふうに思ってくださいですか。でですねあのまあ講座のガイダンスなのでちょっと講座の説明をしたいんですけども、えっと、プレミアムという講座は、えー、レックの卓研の講座のまあ中核となる まあ、期間講座っていうんですけども一番中心の講座ですで再チャレンジという講座はえ最近まあ最近っていってももう56年前なんだけどあのそんなにその歴史がある講座ではなくて、えー、新しく作った講座なんですよでねその要は普通の講座を受けていただいたんだけども、えー、どうしてもうまくいかなかったっていう人が まああ何人かやっぱりあの当然出るわけでですねでそういう方たちにまたこの講座を受けてもらった方がいいのかあるいはえ別の講座を受けてもらった方がいいのかっていうのはなかなか悩ましい難しい問題があるんですよね。で、えー、ちょっとちょっとだけうんと講座の編成を変えてでちょっとだけ演習を多めにしてでちょっとだけ講座の進め方を変えてで えー、まああの別の講座を作ってでこういったものもこういった講座も選べるようにしてもらおうと思って作った講座なんですねで選び方なんだけどもあのこれを参考にしてくださいこうですねまあお手元にレジュメがななければね画面をご覧いただければいいんだけどまあこれ通信クラスを検討されている方のなんフローチャートみたいなものなんだけど。 えー、レックの、まあ、プレミアムの合格フルコースとかパーフェクト合格フルコースとかいう、まあ、そういったそのレックの基幹講座中心的な講座ねそういった講座を受講したことがある方が、えー、再度、えー、もう一回講座を検討されるのであれば再チャレンジ、まあ、プラススーパー合格講座っていう、まあ、講座があります。えー、これをおすすめしますですねでねそうじゃなくて えこういった講座を受けたことがないのであれば基本的にはこっちですプレミアム合格フルコースがいいですもうこれはねずっと何十年もあのずっとまあレックでは中心にねその、えー、なんていうのかなもう微調整を繰り返しながらえこういう形で講座をこういった形で勉強を進めていくのが一番あの効率よく合格するというふうにもう、えー、毎年毎年ね。 あの講師の意見とか受講生さんの意見を全部取り上げて少しずつ微調整をあの繰り返してで完成されている講座ですから非常にこれがおすすめでありますただこれを受けたことがあるんだけどもどうしても、えー、一息足りなかったという方は再チャレンジを検討していただければいいと思います,すねはいでですねちょっとこれ見開きになってますんでまたちょっと開いていただきますと、まあ、こんな形でね 見開きで左側の方にこのプレミアムの講座のま内容が入ってます。で、右側の方には再チャレンジ。プラススーパー合格講座という講座の内容があのま入ってまして、見比べていただいて、あのどこがどう違うのかの説明をさせていただきたいんですけどもまずですね。<laughs> えー、左側の方のまあ、プレミアムの方ですね。まあ、こちらに。スーパー合格講座という講座があります。えー、レックで勉強したことがある方は、大抵この講座を受講されていると思うんだけども。もこれがあのー、基礎的な知識をまあ、インプットする。頭の中に入れるって言うか。あのーえー、何も何も知らない状態でね。全く白紙の状態で。 えゼロから卓見の勉強をされる方がえちゃんとわかるように、えー、もうまあ要は初学者の方を対象にわ、えー、かりやすく説明する講座になりますでこれがこっちにも一応ありますですねそうしますと,、えー、とここまでがですねあの要は再チャレンジっていう講座なんですよ。 ですねで「再チャレンジ」という講座があってこれにこれを付け加えてるんですね、えー。だから「再チャレンジ合格フルコースプラススーパー合格講座」という名前なんだけどもあのなぜ付け加えてるかといいますとこれが、ね、そのさっきお話し,したここここなんですよここの方が、えー、基礎的な知識は十分分かってるよっていう、えー、まあ 正直と誤解だと思うんですよあの基礎的な知識が十分にしっかり分かってたら、えー、宅検試験は普通は受かりますなので基礎的な知識がどうしてもやっぱり固まってないんですね、えー、ですからぜひスーパー合格講座は、えー、受けたことがあってもねできれば受けてほしいというふうに考えていますですね。えー、だから 再チャレンジにはスーパー合格講座をつけてるんですねなるべくスーパー合格講座を、えー、受けるようにしてください、ね、はい。で、なのでこのプラススーパー合格講座の方を、えー、検討していただきたいと思いますはい。あとは回数なんですけども73回ですねで、えっ、ー、とプレミアムの方は78回ですねそうしますとこのプレミアムの方が回数が多い ような感じが、まあ、するかもしれませんけれども。実はですね。再チャレンジの方は。あの、時間が少し長いんですよ。あの、プレミアムの方は。基本的に、基本的には二時間半。が一コマなんですね。でも、再チャレンジの方は。えっ、ー、と、基本的には三時間なんですよ。ですから、トータルの。講座の時間はあまり変わりがありません。はい、で。えっ、ー、と、金額も。 あままりりり変わりがありませんあの時間が同じなので <laughs> そのなので、えー、まあ要はだから選ぶんだったら中身ですよね。<laughs> で中身で考えますと <laughs> どちらも基礎的な講座は付いてます。で,す、ね、でじゃどこが違うのかっていいますと、えー、それ以外の講座が少し違うんですね。で <laughs> 下の方に入っていただきあの下の方を見ていただきますと、まあここになんかちょっとわけのわからない図があると思うんですけど、えー、インプットというのは、まあさっきお話ししましたけども、えー、入力するっていうことですよね。だから知識を頭の中に入れることをインプットと言います。そしてアウトプットというのは要は問題演習ですね。あの頭の中に入っている でやろう知識をアウトトプッすするって言いますよねなので問題演習だと思ってください。はい、でスーパー合格講座っていうのはあのインプット講座なのでまずは知識を入力しますそして入力した知識をもとに過去問が解けるかどうかといってアウトプット、まあ、こちらの矢印ですねこういう矢印で入力してからアウトプットする。で問題を解けるかどうかを自分で確認してでその えなんていうのかな解けなかったところをもう一回インプットに帰ってでその復習していくという講座になります。えこれはインプットを重視する期間で割と初期段階の話になります。そしてしばらく経ちますとこれがですねまあそうだな三月四月五月ぐらいですかねえ三月四月五月ぐらいの方だの時期でしたら この平行期間というふうに考えてください3月4月5月まあ、6月でもいいかなそんな感じですかねでこの期間は基本的にはアウトプットからインプットの流れが多いですまずは問題演習をするんですねでまずは問題演習をしてで問題演習をして自分が分からなかったところをあの間違えた問題を まあテキストにフィードバックをしてで確認していくという勉強が中心になります。えこのマスター演習講座とかね、えデータ準備基総まとめ講座っていうのはえっと過去問を解いていただいてでその問題の解説をしながら、えー、まあ知識の再確認をしていくという時期になります。そして、えー、直前期ですね。アウトプットが重視です。もうこの時期になりましたら。 ひたすら問であのー、レックではまあ基本的にはこの模試ですね公開模試こういった模試があのー、まあ中心ですかねこういったものが直前期の講座になります。はい、であとはこのこういったものねこういったものも基本的にはもう問題演習が中心になります。で アウトプットして、そこから、えー、自分がなんていうのかな、えー、記憶が曖昧とか理解が曖昧なところをまたインプットの方に帰っていくというのが直前期の勉強になります。で、こんな形でそのレッグの卓見のメインの講座は、えー、組み立てられているんですね。で、再チャレンジの方はちょっとだけそこをあの工夫してあるんですね。 インプット重視の期間とアウトプット重視の期間は同じです。ここを書いてるんですね。平行期間で、え特にこのハイレベルという講座なんですけど、あのアウトプットからインプット、インプットからアウトプット、これをですね行ったり来たりを繰り返していきます。ちょっとだけあの講座の進め方がね。 えー、従前のものとは少し違うんですね。えー、常に問題とテキスト、あの問題集とテキストいつも行ったり来たりを繰り返していきます。それがこのまあ C で言えば再チャレンジの合格コース、合格フルコースの一番の特徴になっています。でですね、まああの割と頑張ってねしっかり勉強されているのに。 思ったよりも問題を解解いいてみるととけないとかですねあるいはある程度問題は解けるはずなんだけども自分が解いたことがない問題要は過去問はねもう演習を繰り返しているから解けるんだけども過去問をちょっとひねられるとかねそういう問題になってくるともう途端に対処ができないということはまあありうるんですよね。でそれはですねえー 要はインプットとアウトプットのこの関連がねしっかりと固まってないことが原因だと考えられます。あの問題を見ていただいてこの問題がテキストのここのことを題材にしている問題であるというねその問題集とテキストのまあ僕はリンク付けって言ってるんだけどもそのリンクがですね。 頭のの中ででしっっかかりと、えー、できててなないっていうのかな、まあ、弱いんですね、えー、そういうことで問題が解けないという人が割と多い気はするんですよで,ですからそこを少し何ていうかあの工夫した講座が再チャレンジになります。で、えー、実はですね、あのー、僕はねこのプレミアムも、えー、プレミアムは通学クラスだけなんだけども、まあ、僕担当してます。で この再チャレンジの方は、えっと通学クラスでも担当してますし、あとはえっと通信クラスですね、あのウェブとか DVD の通信クラスも僕は担当してます。だからいずれにしてもあの両方とも僕は担当、僕も担当してるんですよ。あのもちろん他の講師もね、えー、両方担当してる講師ももちろんあのいますけどね。で、えー、そうしますと同じ講師が え、っけ試験に合格させたいというふうに思って話す内容なわけだからそそんんなななななにに違いはないいいはじゃでですすかあのそんなに変わらないですよあのテキストは多少ね違いますから、えっと、講座としてはなんか違うような感じがするかもしれませんけどもえっけ試験に合格するためには、えっと、こういうことができなければならないということはもう宅検試験って歴史が長いですからね。 大体竹の講師はみんな分かってるんですよ。だからその説明の仕方がね少し違うだけで、もうあの目標とするところはみんな同じなんですね。なので、まああの講座が二つあってでどっちの講座を選ぶどっちの講座がかあのを選べばいいかわからないっていうことがあってもね、まあそんなにびっくりするほど。 講師が同じだったら変わりはないと思ってくださいですかね。なのでどちらかと言いますとまあ、個人的にはねえ皆さんが通いやすいところをまずえ第一優先で考えてもらうといいと思います。あの通学クラスの方はね通学クラスの方はえ通いやすいところをえ第一優先で考えてほしいと思います。でこれあの一ページ目なんだけど通学クラスの場合はですねあの渋谷と あの大阪の梅田と名古屋しか再チャレンジの講座は生クラスはないんですよ。ですから、まあここに通えるんだったらね、まあ再チャレンジ。はいいと思います。でも、まあ通えないんだったら、ね。えー、他になんか通える学校があればね、通えるところ通えるところがあれば。まあ通学クラスに通えるのであれば、まあなるべく通学クラスがいいんじゃないでしょうか。 でどうしたってもう仕事が忙しくてねでわざわざ電車に乗ってその予備校に通うとかそれは無理だよとかねあの仕事が終わってからとてもじゃないけどもあの仕事帰りに予備校に寄る,寄る時間ないよとかね、まあ、そういう方は通信しか選択でできないですよね通信だったらもうこんな感じで,す、ね、で考えていただければいいと思います。はい えっと、最後のページなんですけども、四ページっていうのかな。えっと、学習計画。の話をちょっとさせてください。あの、受験経験がある方も、まあ、合格を確実にするためには。まあ、三百時間以上の勉強時間を確保すべきだと。まあ、言ってますね。書いてあります。あの。三百時間っていうのは。人によって全然違いますので。ええー、三百時間では足りない人もいれば。 300時間はそこまではいらないという人もいるかもしれませんそのあたりはもう大雑把な目安なのでえー、最近そんなに卓研試験は受かりやすくないですよあのー、本当にに何ていうのかなえー、全力を出さないとそんな簡単には受からないです。だから,だから力をセーブして まあ自分はこのぐらいでいいだろうみたいな形であの力をセーブしてでやるとあのもう全力を出し切ったというぐらいですね勉強しませんとなかなか、えー、うまくいかないです。なので、まあ、この300時間っていうのは、まあ、目安であって、えー、自分が持っている時間は極力ねその卓研試験のための勉強時間につぎ込むという意識を持ってください。 ねはいでまああのアウトプット演習をしながらインプットを行ってで需要項目を記憶していく方法で、えー、効率的な勉強を進めていただいただきたいと思いますあのやっぱりですね問題演習とあのインプット知識の入力ですねこれをですねあの常に常に同時にやるっていうのかなあの一緒にやりながら勉強を進めていく。 どっちかが終わったからどっちかに移るというのではなくてねインプットが終わったからアウトプットをやるんだというんじゃなくてインプットをやりながらアウトプットアウトプットをやりながらインプットというふうにいつも同時にやっていくというイメージを持ってください。で仮に300時間の勉強時間を確保するとすればですねえまあ試験が10月のねあのまあ下旬ぐらいっていうかだとしますと1日1時間 の勉強時間だとあの三百時間を確保するためには三百日かかります。そうするとあの一月の頭ぐらいから勉強を始めて三百日になりますですね。そうすると三百時間の勉強時間を確保することってすごく難しいじゃないですか。ね毎日毎日、えー、必ず勉強できるとは限らないじゃないですか。 どうしたってあの仕事が忙しいとかあるいは体調が悪いとかあの眠いとかあってね勉強できない時もあるかもしれませんそうすると日、えー、日休んだら次の日は2時間なっちゃいますよね、えー、なのでやっぱり一日1時間300日勉強続けるっていうのはちょっと現実的ではないのでやはりですね予備の日を設けて例えば。 うんと火曜日と水曜日の連休の方はね火・水は予備でとっておいてで少し勉強時間を予備っていうかあの勉強時間を5時間とかねまとめて勉強時間を確保できる日を作っておいてで普段の仕事があるときはなんていうのか勉強ができない日があってもしょうがないわけですね。そんな形でうまくコントロールをしてていいただいて割とこの あの三百時間の勉強時間を確保するのはなかなか大変だと思ってください。あのかなり真剣にやらないとえ勉強時間なかなか確保できません。で、えー、なんと言ってもですね、学習を継続しないとやっぱり受からないんですよね。で、そのこの学習っていうのは受験勉強じゃないですか。で、受験勉強っていうのは実はですね結構辛いんですよね。 あの、何度も何度も同じ問題を繰り返す。ね、あの、結構辛いです。あんまり楽しくないです。だから。結構ね、その、強い意志がないと、なかなか乗り越えられないんですよね。そういう時ね。近くの学校に通うっていうのは。もう強制的に自分の気持ちを学習モードに切り替えてくれるので、とても有効なんですよね。あの。とにかく。仕事が終わったら。予備校に行くんだと。 ね <laughs>、あの眠かろうが、お腹空いてようが、とにかく行くんだと、いうふうに。あの習慣化してしまう。と。割とモチベーションを維持しやすくなります。ね。で。えー、通信受講ですね。通信受講の方は、それができないのが。まあデメリットといえば、デメリットですよね。なので。あたかも。通学しているように。 毎週何曜日と何曜日の何時から何時までは。あの通信講座。まあウェブとか D. V. D. ですね。を受講するんだっていうふうに。あらかじめ時間をもう。ブロックしちゃう。ね、で。ご自分の手帳に。あのこの時間、この日のこの時間は。勉強時間というふうに、あらかじめなんていうか、予定を入れておく。ようにするのがいいと思います。ね。で。まあ、学習時間はあらかじめ決めてしまう。 まああの以上なんですけども、まあ、なかなかねその勉強時間を確保したりとか、えーまあ、勉強時間があってもね、えー、疲れてるとかねいろんなことがあってで勉強を継続できないとかいろいろありますよね。なので、まあ、どうしてもですねそのモチベーションを維持することが難しいと思います。長丁場ですからねやっぱり 半年とか一、ね、年とか時間をかけてしっかりと勉強しないとなかなか受かりにくくなってきてますのでその辺が、ね、ネックだと思います、まあ、うまくその辺は予備校を使ってくださいあの予備校はですねそのあたりのノウハウはありますですからこの時期にはこの勉強この時期にはこんな感じの勉強がいいって、ねまあ、一応ノウハウの蓄積がありますので、まあ、うまく活用していただいてで 必ず2022年ですね、えー、合格できるように頑張っていただきたいというふうに思いますはい。それではですねどっちを選ぶプレミアムオアサイチャレンジの講座ガイダンスこれで終了しますではお疲れ様でした